おはようございます。朝になりました。これから朝食なんですけども、思ったより胃がもたれてない。むしろ以前チップ食べた時、あの時の方が胃がもたれてました。それでは朝食行ってまいります。楽しみ。席に着くとこちらの紙いただきました。 Please select your choice of breakfast ということで、アメリカンブレックファーストの中身を選びます。まず卵料理、スクランブルエッグ、目玉焼き、エッグベネディクト、オムレツの中から選びまして、そしてお肉も2つ選びます。サイドも2つ選びまして、アジアンブレックファースト、これも選ぶことができるみたいです。そしてこちらのページ行くと、パンケーキ選ぶことができて、他にもシリアル、ベーカリー、ヨーグルト、アザース、ベバレッジで、ドリンク類選ぶことができます。今回は何にしようかな、少し考えます。さて、このようにチェックしました。これを渡せば多分 OK かな。なのでアメリカンブレックファーストにしようかなと思ったんですけど、アジアンブレックファーストにしました。やはりここはタイなので、タイっぽいヌードルスープ with チキン、これにしました。スターフライドヌードル、多分焼きそばだと思うんですよね。このそしてこのスターって発音すごい難しいんですよね。あの星の意味のスターとこのスター混ぜるとか、そんな意味だと思うので、焼きそばとか混ぜ麺とか、そんな意味だと思うんですけども、発音難しいですよね。スターがスターなんですよ。難しいわ。他にもパンケーキ、東京パンケーキというものがあったので、ちょっと気になるので、東京、まあでもタイでもいいかな、聞いてみてやろうかな。あとワッフルとフレンチトースト、あとはデニッシュ、クロワッサン、プレーンヨーグルト、オレンジジュース、パイナップルジュース。いや、パンやめとくか、デニッシュやめるか。こんなに増えないな、きっと。昨日大変だったんですよ。昨日てんこ盛りにしすぎて1時間以上食べ終わるまで時間かかりましたね。今回はほどほどにしておきます。それではこれでパンケーキの種類聞いてオーダーしようかなと思います。 Excuse me, what is the difference these pancakes? Okay. So I choose Tokyo, so what difference? 英語が多分伝わらないので文明の利器に頼ろうと思います。 Google 翻訳、タイ語にして何が違いますか。タイの食べ物、あ、タイパンケーキ。What is Tokyo pancake? Tokyo pancake は、ロールパン。オムレツ without chili、no chili、no spicy。Many tomatoes。Many tomatoes、cheese、ham、and noodle soup with chicken。Just a moment, please. OK。 てなわけで注文が完了しました。ロールパンって言ってましたね、彼女は。東京パンケーキが、まあ、どんなもんか楽しみに待ってましょうか。それではこの後ハーフビュッフェございますね、そちらご紹介します。こちらが厨房になっております。そしてまずドリンクからご紹介しましょうか。お水、アップルジュース、オレンジジュース、そしてこちらがヨーグルトございまして、トースターがあるということは、はい、そうです、パンがございます。食パン、各種ジャム、バターかな、マーガリンかな、マーガリンですね。でデニッシュとパンオショコラございまして、こちらが牛乳、コーンフレークが各種ございます。そしてサラダです。上はフルーツ、サラダ、フルーツのサンドイッチになっております。でドレッシングがこれのドレッシングのみです。そしてこれはなんだ、ケチャップにし、ケチャップなんだろう、まあ何かございます、自分でもわからない。そしてシュガー、チリパウダー、チリビネガー、ソイソースございまして、こちらがポークソーセージ、チキンソーセージ、これが蒸し野菜、マッシュルーム、そしてこちらベーコンがございまして、豆、そしてこちら蒸し野菜、お、美味しそうじゃんこれ。あ、これがあれか、スターフライドヌードル、もう発音が難しい、いわゆる焼きそば。おお、これ絶対美味しいじゃん。そしてチャーハン、グリルトマトがあって、ウェッジポテト、以上がメニューになっております。そしてこのレストラン、やっぱおしゃれだね。アロフト自体がおしゃれなレストランなんじゃないな、おしゃれなホテルなので、やはりレストランもおしゃれになっているのがいいね。アロフトらしいです。さて、朝食が到着いたしました。まずオムレツ、東京パンケーキ、
チャーハンにグリルトマト、ポテト、ベーコン、焼きそば的なやつ、そしてこれが自分が頼んだ温かい麺、米粉の麺、サラダです。いただきます。まずサラダからいきましょうか。サラダ、ドレッシングが1種類しかなかったんですけど、同じなんだろうな。レタス、キュウリ、玉ねぎ、人参、ミニトマトが中身です。レタスがでかい。いただきます。さっぱりしたドレッシングでこれ美味しいんです。トマトも激甘。オムレツ、いただきます。お皿がでかいな。もう少しコンパクトなお皿の方が見栄え良さそうな気もするんですよね。今日は箸とフォークで、じゃないや、箸とナイフでいきます。お、いいね、いい断面よこれ。やっぱりタイの卵、日本の卵に似てんのかな。日本で食べるオムレツに、お、チーズ、チーズ、おー、こんな感じです。それではいただきましょうか。どんな味でしょうか。シンプル、ちょっと塩かけた方がいいかもな、これあまりにもシンプルすぎる。ただ中のハムとトマトで多少の塩味はあるんですけども、個人的にはもう少し味がある方が嬉しいかな。米粉のチキンヌードル、絶対うまいじゃん、絶対うまいじゃん、言う前から、もう食べる前から分かる、絶対うまいよ。だってこの色よ、この色、美味しくないわけがない。まずおスープからいただきましょうか。おスープ、醤油ベースかな。あ、タイの味。ただ自分あれよ、ナッシーじゃなくて、スパムじゃなくて、ど忘れした、パセリじゃなくてバジルじゃなくてやべやべ、ど忘れした、なんだっけあれ、あれパクチー、パクチー、パクチー好きじゃないんですよ。パクチー入ってないんでありがたいです。ただパクチー好きの方には物足りないかもしれません。麺も、わ、細麺だ、細麺の米粉麺です。いただきます、いただきます。うまい、これぞタイの朝食って感じ。スープ濃そうに見えるんですけども、意外にあっさりで、中に鶏肉入ってるし、鶏肉もホロホロだな、これ絶対おいしいじゃん鶏肉うまっ。朝からこれは気分がいいね。ハーフビュッフェで持ってきたこれら、いただきますよ。まず焼きそば、これも米粉の麺で、今食べた麺よりかは幅広太めの麺、きしめんに近いかな。これもうまいじゃん、うまいわ。タイの麺料理って美味しいですよね。ベトナムの方もそうですし。次はチャーハン食べようか。チャーハンはさすがに箸じゃ難しいので、スプーンで。チャーハン、ほぼ白米に見えるな、これ味あるかな。すごいあっさりのチャーハン、個人的にはちょっと物足りないな。なのでベーコンと一緒に食べたらどうかな。ベーコン、カリカリでうまい。ポテト、間違いない、安定感抜群。ただこれも味がない、塩かけたらいいかな。トマト、甘酸っぱくて美味しい。それでは東京パンケーキいきましょうか。東京パンケーキ、これなんだ、横食べられんのかな、飾り、え、なんかわかんない、ちょっと怖いんでやめとこう。甘い系じゃないんだこれ、中チーズ入ってる、チーズとソーセージかな、チーズとチキンソーセージ入ってる。甘いものかなと思ったんですけども、クレープだ、これクレープ、クレープの皮そのものが美味しい。これだけでいける、中具材なくても。ソーセージとチーズが相まってスナック系のクレープ食べてるような感覚、美味しいわ。忘れてました、ワッフルとパンケーキ頼んでたこと。ちなみに先ほどの麺料理はおかわりできるということなので、ワンオーダーというわけではなさそうです。まずはワッフルから。粉砂糖がものすごくかかってます。リンゴついてます。メープルシロップにつけましょうか。つけて、つけて、間違いない、シンプルで美味しいわこれ。ただちょっと粉砂糖かかってるので甘いね、うん、甘いんだけども、この甘さがたまらないわ。お次フレンチトースト、どんな味でしょうか。こっちも粉砂糖が目いっぱいまぶさってます。これもメープルシロップにインして、いただきます。美味しいじゃん、ワッフルもフレンチトーストもどっちも美味しいじゃん。なので今回の大当たりは麺かな。チキンヌードル、あれ1番で、2番目は焼きそばみたいなやつで、このワッフルも美味しいです。
東京パンケーキも美味しい。ごちそうさまでした。それでは最初に行く目的地があるんですけども、そこまでまずホテルの送迎サービス、近くの最寄り駅までございますので、それに乗って向かおうかなと思います。 Excuse me, when's departure this shuttle service? Where are you going? Scumbi. Scumbi? Yes. ちょっと待ってろと。果たしてどうなんでしょうか。とりあえず待ちます。おそらくもう間もなく出発するんじゃないかな。他のお客さんがいたからちょっと待ってろということだったみたいです。でっけえトゥクトゥクかなこれ。ちなみにこのサービス朝6時から夜11時まで行っておりまして、7エリア、麻生区エリア、おっと危ないねを中心に回ってるそうです。今回はこの麻生区エリアのウエスティンのところで降ろしてくれるということなので、そこから少し歩いてスクンビット駅まで進もうかなと思います。着きました。ウエスティンホテルなんですけども、今回はここが目的地ではありません。おそらくこの奥に駅があると思うので、そちら向かいます。そして昨日も見かけた日本では未発売のトヨタのマジェスティ、すげえ車だな。初めて見た、日本では見たことねえからな。もうこんな季節なのか。12月や。早いね、もう12月です。12月ですけども余裕で半袖でいられる。そして心地いい気温、初めて見た。電気トゥクトゥク、原付を改造したやつがトゥクトゥクのイメージなんですけども、今はこういった電気トゥクトゥクも走ってるみたいです。 MRT スクンビ的着きました。これに乗って向かいます。券売機に着きました。もしバンコクの交通が共通カードだったら IC カード買ったんですけども、なんかバラバラみたいなので今回1回1回買うタイプにしようかな。今回はこのサナムチャイという BL31、 ここに向かいます。35バーツです。それトークンが出てきました。あ、これトークンなんだな。昨日の BTS はチケットだったんですけれども、このトークンで向かいます。駅でそのまま真っすぐ進めば確か到着するはず。ワットポーはこっち、途中看板がありますのに間違いないように。気持ちよさそうに寝てる。はい、こんにちは。どこまで近づけるかな。はい、こんにちは。おやすみ中すいません。あ、おはようございます。おはようございます。よく寝れましたか。おはようございます。お、涼ついてる。おはよう、起きた。あ、いや、すごい気持ちよさそうだね、これね。これ好きなのか、ここ。おー、よし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 。紙一重なのね。かっちゃかれそうで怖くて、ほら。でも触れよと。お腹は触るな。でも頭は触れと。なかなかな。わがまま猫ちゃんやな。お腹触ると、怖いな。ほら、もう。よし。顔見せてあげよ。顔見せてあげよ。やだ。やなの？お、泣いた。よいしょよいしょ。紙一重、おお、怖い怖い。でここ触ったら落ち着くと。ここね、はい、ここね、はい、そこ、こことかは、まあ、手だけで。これこんなことをかれこれ10分ぐらいやってるんですけども、さすがにもうそろ行かないと時間がなくなっちゃいそうなので、ほら最後にさ、お願い見せて顔、ほらほらほら、あっち、よし、はい、抱っこしよう。はい、抱っこするよ。いやー、いいね。いやー、ダメだった、無理だ。バイバイ。はい、ありがとう、さようなら。ワットポーの入り口に到着しました。ここ来るの久しぶりだな。何年ぶりだろう、自分でも覚えてないや。とりあえず中入りましょうか。今どんな状況になってるんでしょうか。最初に体温チェックと金属探知機の検査かながございます。36度2分チケット200バーツこっちです。200バーツ払うとキンキンに冷えてやがるお水を1本いただくことができます。こちらがチケットになりまして、お水1本無料でいただきます。ありがとうございます。ワットポーですが、タイマッサージの総本山にも待っておりますので、このエリアでマッサージ受けることもできます。物販されている方もいらっしゃいます。何やるんだろうな。リラックマだ、久しぶりに見たな。リラックマ、これはバナナだ、フルーツか。フルーツにお惣菜、そしてこっちがなんだっけ。あ、これなんかで見たことあるな。どこだっけ、新鮮航空に乗った時に機内食出たな。ハロー。そしてお水ドリンク売っておりまして、こっちがなんだ、海苔巻きかな。これなんか揚げてる、これです。餅かな。久しぶりに来たけどもいいね、この雰囲気。いや、いいわ。
どこに何があるのかもう覚えてないっていう。とりあえず歩きながら外側まず一周ぐるっとしてみましょうか。いろんなところにこういった仏塔が立っております。この子は逃げそう。こんにちは、こんにちは。ジャンプするタイミングを見計らって、あ、やっぱりジャンプ。先ほどもお伝えしましたが、こちら太古式マッサージの総本山となっているような場所になりまして、ここが学生たちが施術をしてくれるというマッサージスクール。実際にマッサージ受けることもできまして、料金表がここにございます。料金は今いくらになってんだろうな。はいはいはい、なかなかなんじゃんするな。対古式マッサージ30分280バーツ、1時間420バーツ。フットマッサージ30分280バーツ、1時間420バーツ。オイルを使ったマッサージが1時間580バーツになっております。8時から7時までのオープンです。猫だらけじゃん。ここだけで4匹いるよ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。逃げるね。やっぱ最初にいた子が特殊なのかな。あのちっちゃい子なんかもすぐ逃げる。はい、こんにちは。めっちゃ警戒されてる。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ダメだ、無理だ。この子だけは懐いてくれた、やっと。はい、こんにちは。はい、顔見せて。そっちじゃないよ、ほらほらほら、こっち、こっちこっちこっち。はい、顔見せてね。はい、こんにちは。行っちゃった。はい、こんにちは。やっと懐いてくれた。はい、こんにちは。そこね、カメラ映せないんだよ、ほら。はい、こんにちは。ほり。はい、こんにちは。はい、こんにちは。この中にも猫ちゃんいたな。はい、こんにちは。ちなみにここ靴脱いで入ります。はい、こんにちは。いい感じで泣いてくれるね。はい、はいはいはい、おいで。ジャンプするのかな。うん、はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。噛まれそう。どうした、爪研ぎたいのか。どうした、痒いのか、痒いのか。どうした、どうした、どうした、どうしたんだよ一体。触るなんてことか、うん、ですね。逃げられちゃった。また猫頭ぶつけた。ここら辺で一通り一周しました。真ん中には本堂がございますので、最初まず本堂の中入ってみます。それでは本堂の中入ります。この周りをどうやっていくんだっけな、もう覚えてないな。このようにところどころ仏像が並んでおりまして、あ、すごいな、ここだけ雰囲気違うな、中国っぽい。めっちゃ餌を狙ってる猫。ここら辺に食べ物あるんですよ。食べ物があるんで鳴き声で。お、裏にもいるのか。この仏像の裏にも猫がいました。ちなみにこの中が本堂なんですけれども、本堂の周りもまだいろいろとありますので、ぐるっと回って一周してから本堂の中に入ろうかと思います。ここで靴を脱ぎます。そして私帽子かぶっておりますので、帽子もここで取りたいと思います。この中壁画奥にあるんですけれども、この壁画が釈迦の生涯が描かれたものだそうです。そしてこちらの本堂は台座の部分にラマ一世の遺骨が納められているそうです。すごいね。本当にすごい。もちろん真ん中の仏像もすごいですし、両サイドの壁画、これもなかなかいい感じですね。本当にここだけ棘が止まったような雰囲気を味わうことができております。こちらがラマ一世のものになりまして、緑色になっているのが特徴です。少しここにラマ一世のことが記載されておりまして、
彼が生まれたのが1737年の3月20日水曜日にお生まれになられたということです。この方がラマ一世という方です。こちらが白色の塔になりまして、こちらがラマ二世の塔になっております。彼がお生まれになられたのはこれですね、1767年の2月24日に生まれたということです。二世はこのような方になっております。こちら黄色の塔になります。この黄色の塔はラマ三世のものになっております。ラマ三世がお生まれになられたのは1788年の3月31日になります。そして三世はこのような方です。こちら青色の塔、ラマ4世のものになっております。ラマ4世は1804年10月18日生まれということで、このようなお方になります。こんな施設あったかな、初めて見た気がするな。いろんな資料が展示されている場所になっているみたいなんですけども、比較的新しくできたんじゃないかな。前来た時はなかったような気がするんだよな。それではワットポの目玉といえるアイスに会いに行きましょう。ちなみにタイ人用ゲート、外国人用ゲートで分かれているみたいです。おそらく人数チェックのためでしょう。開かない、開かない。こっちから行きます。ようやく懐いてくれた子がいるよ。こんにちは。数々の猫に逃げられる中、今日2匹目かな、こんな懐いてくれたの。はい、ほれ、今日聞いて、こんにちは。こんにちは。猫いっぱいいるのね、このお寺の中。今日は30度超え。ただ湿度はないので、そこまで辛くはないんですけども。な、気持ちいいか、お前。いや、しかしこの子、おとなしいわ。あ、ここね、ここ気持ちいいか。ここ気持ちいいか。こことか。こことか気持ちいいか。何しに来たんでしょうね。猫と戯れ、あ、いで、もう蹴られた。はい、離すよ。はい、バイバイ。毛がすごい。毛がすごい。毛がすごい。よし、それでは猫との戯れも終えましたので、目的の場所行きましょうか。マジで毛がすごい。入り口着きました。入りましょうか。早速もうお顔の部分から入ります。横になってるんですけども、かなり奥行きあります。どれぐらいあるかというと、これぐらい。わからないですよね。皆さん、これ大体長さどれぐらいだと思いますか。なんと長さ46メートル、すごい長いね。それでは一通りなんか一周してみましょうか。今お伝えした通り46メートル長さがありまして、高さは15メートルです。すごいですよね。先ほどお見せした仏像のラーマ3世、皆さん覚えてますか。その頃に作られたものになっております。すごいな。1800年代だったかな、確か。なりまして、レンガと漆喰で作られております。この仏像自体には金箔が覆われておりますね。このように輝いて見えるということでした。足の裏もこれすごいの皆さん知ってますか。私一度来たことがあるんで分かってるんですけども、実は足の裏もすごいので、もう間もなく足の裏到達します。足の裏がどうなっているのかお見せします。ここからが足の裏になります。この足の裏には仏教観を表す108の図が描かれております。なのでここにいろんな絵があるんですけど、これ全部108個ございます。びっくりするぐらい扁平足なんですけども、これはブッダの超人の層というのを表しているみたいです。そして手先が膝を撫でるくらい長いということで、すごいですよね、この足の裏。ちなみに背中はこんな感じになっております。46メートルで高さ16メートル、すごい大きいです。長い、そして輝いている。ただもう少しここでお話ししたいんですけれども、他に待ってる方がいるのでここで終わりにしたいと思います。本当にすごいね、皆さんワットポ来てみてください。皆さんご存知通り、私は煩悩の塊でございます。その煩悩を捨てようと思います。煩悩を捨てるには20バーツ必要です。この20バーツをこの中に入れます。そうするとこれ1カップいただけます。ちなみにこれこんな感じでお姉さんがひょろんひょろんと作っております。さてこれをどうするかというと、これを持った上で移動します。移動する先はここです。この鉢の中に入れていくと煩悩がなくなるということで、皆さんこれ何個あるかご存知ですか。煩悩といえばあの数です。そうです、
108個あります。なので1個ずつこれに入れていくと煩悩がなくなるということなので、それではやっていきましょう。煩悩を捨てていきます。1つ目、2つ目、3、4、5、6、7、8、9、10。さて残り10個のところまでやってまいりました。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。そして108つ目です。108と、これで煩悩がなくなりました。ちなみにこんなに余ってしまいました。最後108個目、かなりコイン溜まっております。この中に入れさせていただきます。煩悩よさようなら。それでは煩悩もなくなったところで仏様に別れを告げてまた次の場所に行きます。それではワットポーを後にします。いや久しぶりに来たけど楽しかったな。目の前にはトゥクトゥク止まってるんですけども、次は歩いて向かいます。続きましてワットポー周辺散策してみようかな。なんか良さげな雰囲気の場所があったからこっち行ってみようか。何なんだろうな。もう1時前なのでお昼時、もし何か良さそうなやつだったらここで食べちゃおう。わいいね、いい雰囲気じゃんここ。おあええやん。あ麺料理の店だ、絶対美味しいじゃんこれ。まだ他にもあるからとりあえず散策しようか。商店街みたいになってる。魚の干物があったりだとか、珍味売ったりだとか。あ市場になってんだここ。これ干物の匂いがすごく香ばしい。調味料が売ったり、味噌かなこれ。おぬか漬け、ほらほらほら、めっちゃ売ってるよ干物。なのでこれすごい魚臭しますね干物の。おお、何か食べましょうか。さっきのところでいいかな。あなんか売ってるよこれ。なんだこれ、ガイアンかな。ガイアン、さっきのお店で子供たちマシュマロ焼いてる。ハロー、サディカーサディカーサディカー。さて可愛い子供たちがマシュマロ、サディカーサディカーサディカー。ほらほらマシュマロ焼いてる。これマシュマロやろうやろう。ほら焼きマシュマロ。おおいしそう、焼きマシュマロ。子供たちかわいいな。アロイ、バイ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 。いやてなわけで可愛い子供たち、マシュマロ美味しそうだったな普通に。味の素安い。ああ味の素。味の素安い。味の素はい。味の素はい。はい味の素。東京高いね。東京高いね。正解。安いね、タイ安いね、よくお父さんご存知。てなわけで美味しそうだなこれ。なんだなんだなんだ、タイフードクックトゥーオーダー。ちょっとね写真が薄くて。絶対うまいやんこれ。ジュージュいってるよ。音聞こえるかな。絶対うまい。これにしよう決めた。これ食べる。めちゃくちゃ美味しそうよこれ。これにしよう。5バーツかな。5バーツか10バーツ、高くても10バーツでしょう。5バーツ、10バーツ、オール10バーツ。チキンとソーセージとこれ買えるかな、もしかして。さてと買いました。1本10バーツ、4つで40バーツ、130、40円ぐらいかな。まずソーセージからいただこうかしら。絶対美味しいじゃん。うん、めっちゃうまいぞこれ。アロイアロイ。もう今隣に子供いるんですよ。完全に苦笑いされた。うん、これ美味しいわマジで。ジューシーだし、こ、ね、何だろう、ニンニクかな今求めてた味。まさにこれチキンかな。いや違う気するこれ。なんだチキンか。うん、チキンだ。うん、これも美味しい。あーいいね、最高だわ。そして豚、うわめっちゃうまい。これだよねやっぱ東南アジアとかアジアの屋台醍醐味。日本じゃほとんど食べることできないので
手羽先めっちゃ食べづらそう。ちなみにこいつ焼きたてほやほやです。あ、全然違う。焼きたてはさっきのやつも温め直してもらったんですけど、やっぱり焼きたてにはかなわないな。食べにくいけどものすごく美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。そしてこれどっかの国でいっぱい売ってたよね。エジプトだったかな。これタイにしかないのかなと思ったらいろんな国で売ってるのね。100バーツ値段同じぐらいか、300〜340円ぐらい。食後はアイスでしょということでアイス買いました。20バーツ。これもうすごい、初めて見てよ。これソフトクリームの先端だけ、すごいね。20バーツなので60数円。ただストローじゃない、スプーンほぼイコール。最後の方どうやって食べよう。美味しそう。いただきます。あ、いいじゃん、シンプルだね。買っちゃうよねこんなのあったらね。オレンジジュース今回これ30バーツで買いました。次の目的地ですが、この通り車道は今完全封鎖されております。初めて見たなこんな光景。なので今歩行者しかおりません。この奥でございます。ご覧の通りこの周辺封鎖されているので、前行った時入り口ここら辺だった気がしたんだけどな。探してみます。ワットプラケオって矢印あるんだけど、さっき矢印も行ったら結構遠いところに行かされたので、次バス乗っていこうかなと思うんだけども、1番のバスって書いてるんですけど、これかな。いや違う気する。あ、これかな。聞いて、いや行っちゃった。もう迷ってるうちに行っちゃいましたわ。先ほどからバス何本か通過してるんですけども、 Google マップの情報が正しければ今回乗る予定の1番バスもうそろ到着予定なので、次1番来たらもうとにかく乗ります。乗るで変なこと連れてかれてもまたそこからリカバリーしますわ。どこだっけな、どっかでやったやつ、エジプトのルクソールだったかな。でなんかこんなことやったような記憶はあるんですけれども、今回はとりあえず1番のバス来たらもう乗っちゃいます。さて1番バス来たぜ。さっきの撮影終わってからもう10秒後ぐらいに来た。グッタイミング。とりあえずこれ乗って向かいます。どこにまで連れてかれるか知らんけど、とりあえず乗る。多分運賃初バーツなので13バーツ渡します。さてバス降りました。歩いて向かいます。